久しぶりの雨の日ドライブですね。雨自体もね、そんなに降らなかったんですよ。まあ、こういう本降りと言うんですかね。で、まあ、スタート地点は右に山形エスペアがありましたけど、ここね、小松原地下道っていうところからのスタートになります。今からですね、行くところはですね、与次郎です。もうあれですよね、トロップとテロップじゃないや、このサムネイルで分かってますよね。はい、あそこに、東方シネマに007を見に行きます。007って私なんかも年代が話をするときは何も違和感はないんだけど、ちょっと下のクラスになると007ですからね、もうね、笑われますよ。本当に私たちは007って言われますからね。はい、左折しますね。だけどですよ、ちょっと疑問に思ったんだけど、この007って言ってたのは鹿児島ばっかりだったんですかね、それとも全国的にそういう時期があったんだろうか。私なんかの頃もね、007っていうやつもいましたよ。友達だからやつって言いますけどね。だけどそういうやつにはね、品をつくんだ、格好をつけるなって言ってましたからね。何がないよ、お前が何よって、その格好つけやがってって、何がないよ、ダブルセブンって、そんな言い方をしてましたからね。だけど、時代とともにあれしてですよ。でね、実はさっき、あれで、ネットでそう疑問を抱いたもんだから、その、007って、いや、007ですね。そういう人がいたんだろうかってしてみたらね、地域はわからないんですけど、今更、今頃007なんてとか言ってましたから、多分、我々の年代が、その、今日はね、映画見に行ったと、何を見るのって言って、007って言った時に笑われたのかもしれないけど、その他にですね、007っていう読んでる人なんかもいたみたいですけど、だけどね、なんかこう耳のリズムで言った時はなんか007が一番似合うような気もするんですけどね。まあね、まあそうに言われて、まあこれから行くわけですけど、あれも道路の説明もしときましょうね。道路の説明が何ていうか、その周りので、ね、左側がですね、私がよく行く半妻、昨日も行きました。それとね、またその信号の向こうの方にドン・キホーテ、ここはねあんまり行かない、たまに行くけどあんまり行かない。それとね、まあ、大体この辺、そこ2つですよね。もう一つ大事なところがあった、その次の信号の右側にオプシア・ミスミっていうのがあるんですけど、私の場合はそこはオプシア・ミスミって言わないで、ブックス・ミスミと言います。もともとがね、ブックス・ミスミがあれですからね、でも最近はもうブックス・ミスミよりもね、ダイソーに行く。ここのダイソーが割と近いんですよ。近いっていうか、こちらに出かけることはありますからね。タワーはタウン、谷山ってあそこありますけど、そっちの方が時間的にも距離的にも近いんだけども、なかなか向こうで行かないんですよ。だからついでで行きますからね。こう左側には何ができっとけ。今ですね、この前から気づいてたんだけども、あそこのすき家の手前、こっちから行くと向こう側になりますけど、もうね囲いができて、
どう行こうかな。ちょっと左行きますね。ここがね、たまにこういう風にしてね、混むんですよね。なんかタイミングを逸するとね、今みたいになってしまう。ここは右行きます。鴨池新町側を通っていきますからね、今日はね。こう、カメラ左振りますよ。はい、ほら、なんかね、もう足場ができてる。この左側、この南小の左側。昨日、一昨日だったかな、なんかね、なんかこの珍しい重機が来てたんですけどね、それはまだアップしてないかもしれない。本当久しぶりですね。最近見るのはもうほとんどもう洋画ばっかし、あちらもんですね。でもうほら、私なんかもう小さい時から、まあ小さいしても中高生ぐらいからですけども、いわゆる字幕版に慣れてますから、もうあれ吹き替え版はちょっとね、なんかテレビを見てるような感じがするもんですから、今日もその字幕版に行きますけども、もうあれですよ、今度007なんかはまともな方、もうほら今最近CG 化の技術がすごく発達してですよ、もう本物かと見まもごうようなこう映像がバーって出てくるでしょう。あれになれるとね、最初のうちは違和感があったけど、それがもう当たり前の映像と変わらなくなるとですよ、何ですか、その CG とかですよ、特撮っていう、もうあれわからないですもんね。もうオール特撮ですもん、僕、私がこう見る洋画もんは。アバターとかあの辺からずっと、まあその前もでしょうけど、それまではね、どっかね、ぎこちなさがあってですよ、このストーリーにこう没頭できない部分があったんですよね。だけども今はですね、もう特撮っていうのは分かってますからね、ブルーバックで人間が演技して、その後ろの背景かダブルですね、そこにこう CG 映像をはめ込んでって、いや恐竜とかゴジラとかですよ、もう普通と変わりませんもんね。昔のほら最初の頃のキングコングとかゴジラとか、あの辺はもういかにもぬいぐるみっていう感じだったんですけどね。ですからね、こうもう完璧受け入れますよ、映像自体はね。ただストーリーがね、何これっていうようなストーリーも結構ありますからね。要するに宇宙で戦ってるのに、場所によってはお前は空気は意見するってよって、宇宙船の壁がこう破壊されてるのに、主役がですよ、そこに酸素マスクもつけないでですよ、なんかそこでチャンバラやってなったりすりますもんね。だからね、そういうね、ツッコミをしながらね、見るのも楽しいんですよ。ほんで、私も、こう、映像の端っくれにいるもんだから、こう、どっちかというとですね、この時に、主役、まあ、CG は別ですよ。CG は別にして、この時にカメラマンはどっからどう撮ってたわけとかですね、そういうのに興味がありますからね。だから一つ の映画で何か、なんていうかな、何種類かの楽しみ方がありますよ。それとですね、正面がですね、陸上競技場になるのかな、ちょっとね詳しくないです、多分そうだと思います。信号が競技場南門前ってなってますから、あれ間違いないです。
くて、今ちょうどこの左側にはテニスコートがね、何面って並んでますね。ここ左行きます。雨がこう続くと嫌だけど、こういう風に明日はね、明日明後日は天気みたいな、何日かに1週間に一遍とかそれぐらいの割合で降ってくれればなんかいい感じがしますよね。はい、この交差点が市民文化ホール前ですね。そしてこの右側が市民文化ホール。ここを左行きますね。あ、正面がね、正面ってここテレビ塔が立ってるでしょ。KYT です。ここもね、また放送局シリーズで取り上げますからね。それで今サンロイヤルホテル前を通過中。次郎一丁目っていう交差点ですね。あれ、この左のアクロスプラザ四次郎はもう結構お客さんが、中華車が止まってましたね。ここをね、 U ターンします。 U ターンです。今なんて U ターンとかっていうようなダジャレを私たちはよく言ってましたよ。はい、ここを左折ですね。それでもう1階部分にはもうだいたい駐車場いっぱいですからね。もう最初からもう屋上に行くようにしてますね。ここにもね、今上に見えるでしょう、ダイソーがあるんです。ここのダイソー大きいですからね。ダイソーですよ。で、300円コーナーとかね、あの辺りがね、最近できてね。で、それと頻繁に何ですかね、配置替えをして戸惑うんだけど、それをね、探す楽しみっていうのがありますよ。はい、この隣、ちょうど正面にあるのは西牟田ですね。西牟田四次郎店。さて、こっちの屋上はどうですかね。みんな雨が降ってドラ007で未稽古帰っちゅうんじゃないでしょうね。さあ、楽しみですね。あ、そうでもない。そうでもないですよ。もうここからね、もうまっすぐ行きます。頭突っ込みの頭で出ると。ここに止めて、もう傘をささずに行きます。はい、ありがとうございました。